こんばんはクニョンです、えー、と2020年の6月の21日日曜日の夜でございますえっ、ー、とこの回はどういう風にしようかと思いますと、えー、たくさん意見をいただいておりましたその中で早速採用してみようと思っておりましてさやしりほーちゃん関連のトピックにさやしりほーちゃんの名前を入れずにやってみるということでございますただしもちろん雰囲気的にわかると思うのでまあその辺はどういう風うにやっているかというのはこれ見てくれている方にはよくもうわかっていて今 動画を見てててくれてると思っておりますでは流れを説明してまいりましょう。えー、と、さやしりほちゃんのもちろん話は入ってるところにはお話するんですが、トピックの返答というところでいうと、さやしりほちゃんモーニング娘。3分割、宝塚の剣トラック野郎2020年アイドル感という私の上げた動画にコメントくれた方々にお返ししていく。その中に、まあ、今回は 新たな工夫も入れていいいくととうこででございますで後ほどのところに概要欄にこちらどういうふうな時間に何を話しているよというトピックの方も入れていくという感じにしたいと思っておりますので今見ていて話なかなか出ねえなと思ったらそこに飛んでいただければいいそんな風な動画にしてみようと思っておりますじゃあお付き合いいただければと思います国尾チャンネルの方もぜひよければご登録を。 では早速いってしまいましょう。お読みしてまいりますね。えー、とこのトピック、コメントくれました。吉木 M さん、私のコメントにお返事ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ね皆さんにも言っておきましょう。コメントいくら書いていただいても大丈夫でございます。そしてお読みしてお返ししていくというのは、その時期的なものとか、あ濃度、 私の持ち時間、そんなもので少々上下前後 <laughs>、時間の方がですね、しますけども、お返ししていきたいと思っておりますので、まあ、嫌じゃなければ、えー、ご一緒に <laughs>、ご一緒させていただければという感じでございますね。そんな感じです。よしけやまさん、ありがとうございました。じゃあ、ートをお読みしていきます。さあ、さあ、参りましょう。えっ、ー、と、ボイスオブロックさん、いつもありがとうございます。えー、初めてコメントします。恥ずかしながら <laughs>。 何でこれ初めてコメントするかって言ってるとこれ6日前の読んでるからすみません矛盾してる感じ続けます、えーと。恥ずかしながらハロプロモーニング娘。も後追いで勉強中なのですがモーニング娘。のジェネレーションが大きく3つに分け,て分けられているとの解説非常に参考になりました。 記憶の中に断片的にあった久住小春さん加入時のことや道重さゆみさんがバラエティに出まくって頑張っていたことが自分の中で時系列で整理されつつあります私はハンドルネームでも何となくお分かりの通り洋楽から音楽の道に入りましたのでベビーメタルを追いかけるうちに小しりほさんのことを改めて認識しそこからハロプロのことも 追ってて確認している最中ですここにコメントされている諸先輩方の知識には遠く及びませんがこれからも久美子さんの動画やコメント欄を拝見しながら知識を深めていければと思います後を追いながら最近気になっているメンバーは森戸千崎さんです15期メンバーでは北川梨央さんのポテンシャルの高さに着目していますということですありがとうございますもうねこれ YouTube ライブ僕この日にやってるんですけどあのそこでもたくさんお話というか ディスカッションさせていただいたので、まあ、ちっとも初めてに思えていないんですけど6日前ですからこの時点で回答せずにすいませんでした。てな感じで、えー、と皆さんにも分かりやすいようにこの、ねえー、とトピックと申しますか話というのはどんな感じがお話ししていきますと。 僕ね、この動画上でモーニング娘。のジェネレーションを3つに分けているんです。簡単に説明するといわゆる最初のデビュー当時5人組だったモーニング娘。を1期とすれば4期まで。4期っていうのは辻加護とか石川梨花ちゃん吉澤ひとみちゃんとかこの辺ですね。ここぐらいまでが世の中にいう芸能人としてのモーニング娘。なのではないかというふうにして1期。 で2期目というのは、えー、と5期目からもう数字で申し訳ない分かりにくくて5期というのは高橋愛ちゃんとかあの辺なんですけどこの辺って世の中で話をしていくとガキさんも新垣梨沙ちゃんもそうなんだけどもう全員言ってもしょうがないけど。<laughs> あの いや短く言うと世の中としてどういうふうに見られてるかというとタレント的な扱いを受けなくて、えー、実力はすごかったんだけどすすごくマイイナーなイメーななメジになってていいた時期期これままでとしていますそして鞘師里帆ちゃんから始まるのが第9期でここが現在の「モーニング娘。」につながっている、まあ、リーダーボスの福村瑞きちゃんが9期だからってのもありますけど。 そういうところだよというような見方でこの3つに分けてみると比較的今かかからモーニング娘を聞く場合もりりやすいいいんじゃないのかなのううふうにししておりましたでここから久住小春ちゃんとか道重さゆみちゃんっていうところをピックアップしているのは面白いところで久住小春ちゃんっていうのはいわゆるキラレボとかの方が世の中的にはインパクトがあって今の若い女の子たちにも久住小春というよりキラレボという方が残っているのは、うん、まあジェネレーション的なものでしょうね。 でそういうような存在になっていて僕は一つタイトルを取ったと思ってます。で道重さゆみはもう言わず物がなですよ。もうさゆはモーニング娘。でさゆがタレント化しなかったら今の状態ありえなかったんじゃないかなっていうふうに言い切ってもいいというぐらいの功労者ですね。まあそういうふうに思っています。なのでもうここがよく頭の中に入っていらっしゃるということなので、まあ、バックグラウンドはしっかりもう分かった。あとは作品で好きなものを探していったら面白いよっていう話ですね。 ね、そういうことでございましたベビーメタ追いかけていてあとさやしりほちゃんということですねもうここは最近僕のチャンネルでは動画でもコメント欄でもすごくヒートアップしているところですけどもうおっしゃる通りでどんな形でもおっしゃる通りとか皆さんの他の動画でのコメントかもしれないですけど どんな形でもいいからエンターテイメントで楽しむ上ではスタートラインどこでもよくて今自分が知ったところに対して少しずつもう YouTube でもいいですしインターネット上でたくさん調べられるじゃないですかで少しずつ調べられたものを比較的リアルなところに落とし込むっていうことで言うんであれば僕のチャンネルとか僕の YouTube ライブも含めてこういうようなコメント欄でもですよね活かせるんじゃないかななんてそんなこと思っています、まあ、だからここ気づいていただいて書いていただいてありがたいですね で最後の部分ですねこの諸先輩方にはというところの謙虚さはともかくとして最近気になっているメンバーですねこれが森と千咲ちゃんなかなかこの流れ文脈からでは結構可愛いとこついてきたなっていうような感じなんですけど、ね、カントリーガールズからオブというのも面白いかもしれないですけどちーちゃんは本当にもうここ数ヶ月のおうち時間系ですかのモーニングの 動きではゲーム実況とかやってみたりねまあ相変わらずタフネスというか幅の広い非常に面白い存在だと思いますのでちーちゃんのいいところなんていうのはどういうふうに捉えてるのかななんていうのもお話しいただければ嬉しいかななんて思いました、ね、あとは15期,15期メンバーミだって15期メンバー北川梨央ちゃんこれはねハローモーニング娘。の文脈の中では非常にサラブレッド的な血筋は持ってると思うんです。 まあ、それはキャラクターも含めてだと思うんですけど、まあ、だけど今、一個、岡村誉、そして山崎芽衣ちゃんっていうところにお送りを取ったと見えながら、ブログのコメント欄が一番盛り上がってるっていうところで注目ですね。北川梨央ちゃんお目が高いと思います。そんな感じでございました。引き続きよろしくお願いします。で、続けてお読みしていきますか。えっ、ー、と、ひろゆ106さんですかねいいんですかねすいません。ありがとうございます。 お読みします。平井美桜ちゃんの名前が出たので彼女のダンスはすごいですね。ハロプロの中では異彩を放っている。確かに彼女のダンスは別格になるのかもしれません。ダ・ヴィンチ・平井美桜で検索できる動画はあ体空時間をも操ってそうな錯覚を覚えます。バレエのバックグラウンドってこんなにもすごいのかって思いました。あと声がいい笑い。ということです。まあ、これはこの僕の動画でお話ししていることにあの同調いただいたという形ですね。ありがとうございます。 で平井ちちゃん、ちょっと話していきますか。私もこれ大好きでして「ビヨンズ」で話する時に推しメン平井美代っていうのは何かビヨンズのヒストリーの中では難しいこと言いますよちょっとね違うんですよで。なんとなくあの最後に入ってきた年長戦3人組っていうのはダンス面とか話す時もここを入れちゃうとなっていうのは助っ人外国人まで言わないですけど。 なんか社会人から即戦力取ったようなそういうのに近いような感覚なんですよね、まあ、野球で言えばですね。でそこで考えた場合に彼女のダンスっていうところちょっとこれはお話ししたいと思っているので、うん、前振りをしますと「ビヨーンズ」の中で「ハロプロ」の文脈の中でというところと違う考え方をどうしても。 過去のハロプロを知っていたり研修生から見ていたビヨンズを見るときにあるということまずこれは一つ覚えておいてくださいでもう一つだけ言うとアイドルととといいいうふうなな中のの方でででダンスではないということですねでハロプロの文脈アイドルの方でないそして途中から3つ目という途中からスケート外5人に入ってきたように見えるでももちろん正規のメンバーですしハロプロの今素養の中で着実とステップアップしているというところ これが僕の「平井美ちゃんんのの見方なんですね。でこのダ・ヴィンチ」「平井美桜」で検索するもちろんミュージカル「前劇女子部拝見しております」ねこの拝見していた中でこの実はシーンって僕もう6回言ってるんで多分6回だったかな7回7枚チケット取って1枚いけなかったって譲ったかなんかどうでもいい話ですけどそんな感じで要は結構見てるってこと言いたかったんですけど。 でここで、えー、思っているのは彼女のダンスあれもっとすごいっていうことを表明するとあの振り付け全部自分でやってるんですよ。で彼女の中では作曲もしますし作詞もしますし歌も当然歌うんですけどまだまだ眠ってるものがあるんです。でちょっとシャイな人間像があるもんだからまだ全力で前に出せていないんですよ。それでこのクオリティということです。ねえ恐れ入りますよ。なので平井美代ちゃんは僕はもうあのアーティスト ダンサーそして歌手というところの伸びしろはまだ全然伸びしろと申しますかまだ出してないところがたくさんあるというふうに見ているんでなかなか先ほど申し上げましたハロプロのランキング的なことを話したりダンスの上手いなんていう時にまままだだ彼女は別枠だぜって言ってて言しまうところがあります、ね、でももうこのバレエのバックグラウンドを含めて声がもうね可愛いい声ラジオぜひ聴いてほしいです、ね、ビオファイなんてありますけどもう毎,毎週のように聴いてますから。 ビオファイなんか聞いてくれたらいいんじゃないかななんて思っておりますまあ、平井みおちゃんも僕も大注目ですから一緒にこれからの動きというのを確かめていけるそんな感じができたら嬉しいですありがとうございましたじゃあ続いてまいりましょうえー、とレンジャーさんいつもありがとうございます、えー、メイドアイドルの話を聞くとなんかバンドメイドが彷彿されますね えバンドメイドのギターボーカルのコバとミックは元アイドルでしたがあまり売れずに解散解散後バンドを結成しますがあメイドの格好でハードロックをやり MC はアイドル風という風変わりなバンドを作りましたが衝撃でしたね、えー、かっこよさかわい,いさは際立たせかわい,いさがかっこよさを際立たせる相乗効果は当時のベビーメタファンすら気づいてなかったんですがそこを見破り活用する人がいることが驚きでした応援しにライブに行ってました笑い笑い笑い,笑い 同じ時期田中もモンスズを卒業してバンドを活動していましたがコバとミク同様を可愛さ強調のアイドル風の格好でこれはいけるかもと注目していましたがこちらはギャップ萌えにあギャップ萌えには気づかずあまり成功しませんでしたねもう一人のボーカルをかっこよさ強調のスタイルにして音を重くしていたら成功してたかもしれませんね惜しかったやはりギャップ萌えは日本の伝統 ベビーメタファンの森と千咲あたりがバンド活動に転身すれば面白いかもしれませんね。うんうんありがとうございます。森と千咲ちーちゃんいいですね。このくくりでは大大人気。ねトップトピックになりそうです。さあさあじゃあせっかくですからちょっと順番逆になりますが森と千咲ちゃんのこのバンド論って面白いなと思ったので上げていきましょう。ちーちゃんですよね森とちさきそして、えー、と僕ね。 彼女と横山、ね、レイナ横山、ね、彼女2人仲いいんですけどまあこれはもうあのメキシコ公園なんて行く時っていうのはもうあの一便しかないんであの飛行機の話しますけどモーニングのメンバーと僕一緒だったんですね飛行機がね。で夜中すごくわちゃわちゃしながら楽しそうに花なんか画像を見ているのがちいちゃんと横山だったと思うんですけど。 これ見てみる画像がほぼほぼアイドルとか k p o p も含める感じなんですよね。で彼女たちって多分なんですけどあんまりそういうところを突っ込んでいくっていうメンバーモーニング娘。の中でいあんまりなかったような気がしてて。 なんかすごくまだ引き出しがあるっていうことミオちゃんの話と一緒につなげていきますけどまだ全然引き出しがあるような感じがそこにも見受けられますそれがバンドなのかどうかっていうところこれは分かりにくいんですが多分なんですよあのボーカリストで専念してどういうふうにやらすっていうふうにして前に出すような感じじゃなく見ているのは僕みたいなタイプカントリーガールズとかモーニング娘。とかの活動を見ていたりしてもそういうふうに見てしまいますね。 でじゃあスーパーサブかというふうにしたらなんかそこのスーパーサブっていうチームワークの中ではちょっとおっしゃるってところと似てると思うんですけど面白みというところでなんかまだ探ってるなって感じがモーニング娘。の間だと思うんですよ。で本人もカントリーからモーニング入りたての頃からと比べたら最近のキャラクターの立ち方というのが違うところにあるんでここ見ていくといいんじゃないかなと思います。ねえちーちゃんちょっと注目だなってことは変わらずですね。 で先ほど田中玲奈「タナカレイナモーニング娘。ね」ねこれはラベンダーというおそらくグループのことを指しているんだと思うんですけどもなかなか考察の仕方面白いなと思いましたで僕ラベンダーどういうふうに見てたかというと惜しかったは一緒なんですけどこれタラレバですけどタナカレイナがバンド組むって言った時にドラムスがいなかったで同時にベースも結果見つからなかったって感じなんですよね。で僕が田中玲奈なら ドラム叩きながら歌ったと思うんですよでベース弾きながら歌うでもドラフト2位ぐらいで良くて1位は1位は一番やるべきはドラム叩きながら歌うで2つ目はベース弾きながら歌うだったんだけどそうすると田中玲奈やんなかったと思うんですよねこの時点で矛盾するんですけど僕がというところが入ってしまうからなので彼女の才能とかを見出す上では今演劇がすごく女優として舞台女優としてものすごくいいんで まあそこというところを見ていってあげると今後のところが注目していただいたということであれば面白みにつながるんじゃないかなっていうそんなことを思いました。ねまあ、バンドでいろいろできたらたらればってね、ブレイクしたしない続けてる続けていないでいろんな話できるんですけど、もう残っている音楽とは曲はあるんで、そこを振り返っていくってのもいいんじゃないんでしょうかっていうそんな話ですね。もう一個じゃあ 最初のところバンドメイドであったりメイドアイドルというねこういうジャンル少し僕疎いんですけど最近おかげさまでベビーメタルのファンが知っていらっしゃってご案内いただいたものというのは見ているんでバンドメイドはまあ結果よくまではいかないですけど見て知っているなんていう知っているレベルのお話はできるかなというふうな感じですね。まあだけどこれ僕ベビーメタでのの活動とか他の シーンメタルとかハードロックの方のバンドを改めて見てるってところに比べるとちょっと自分の探求度が下がっているのは事実ですね。これはまああんまり理由が分からなくてもう少し彼女たちのことを探求しなきゃいけないのかなと思う時もあるしあんまり気づいてなかったらひとまずそのままでもいいのかなとか思ったりするそんな状況でございます。まあ、ですけれどもいろいろ触れていただけるおかげで幅が広がっております。感謝します。ありがとうございます。じゃあてな感じで次のコメントをお呼びしますか。ね 今井坂あゆむさんいつもありがとうございますコメントレスありがとうございます。k i n スですね。ベストアルバムを持っていました。昔よく聴いていました。You re really got me は有名ですね。パワーコード主体の簡単なリフの繰り返し、まさにロックしてますが、ヘビーなディストーションでハードロックの走りみたいな曲ですね。イメージ的にはモ,ッツ,ムーブメンモッツムーブメントでしたっけザ・フーとか同世代の印象を持ってます。 えっと、大英帝国とスクーターって感じです。個人的にはセルロイドの英雄ってヒーローですね、これ。ヒーローという曲が大好きで、今もよく聴いています。特にライブでのリードギターが好きですね。モーニング娘。のヒストリーは3つに区切れるという話は納得しました。プラチナ紀は最近聴いてますが、この世代もかなりいいですね。プラチナ紀までは中澤さん、田中玲奈さんとかのやんちゃ感がある感じがします。実は田中さんの雰囲気が鞘師さん、道重さんより惹かれるものがあります。 髪型なのかなえっ、ー、と、今は9期の世代が大人になった感じですね。ジャニーズ系の雰囲気が感じられるのですが、どうでしょうか、えー、スキャンダルを出さない感じはする。つんくさんの総合プロデューサーを辞めたってのは大きく影響していると思いますが、どこがどう変わったのかがよくつかめていません。モモスのアルバムは何枚か集めようと思っています。笑い。うんん。ありがとうございます。田中玲奈さん、これ続いて人気ですね。先ほどラベンダーの話もしていきましたけど、 ななんとなくバンドのアプローチそしてやんちゃ感ねこれ分かりますよちょっとね僕らの世代で言うとあヤンキー感っていう言い方してますけど暴走族感というかヤンキー感かな暴走族のやつにウケそうなっていうこれはアイドルファンのゾーンでありますよね特効服来てしまったりまあちょっとまで言ったらトラック野郎的な大型トラックに。 え、駆動静かじゃないですけどそういうのを描いていっちゃうような雰囲気にアジャストしてるっていうのは分かりますまあそこだと思いますねまあ、中澤さんもそういうことですよね、うん、だからなんか硬派なロックみたいなのやったらかっこいいんだろうなって感じで当たってると思いますよ、ね、そこはイメージ皆さんにあるただ現,現状そこというより今女優というところの方がプライオリティ高くやってんのかなっていうのが今2020年ですね ね、あとキンクスねこれキンクスは本当にあモッツって言っているけどキンクス自体はモッツじゃなかったということをお話ししてたがこの「ゆガットミー重要なのはビートルズより先に要はビルボードのナンバーワンを取ってるってことですねイギリスのロックバンドで1963年にということですけどなのでビートルズが売れる伏線とかっていうのもキンクスが作っていたというふうなのもそんな言い過ぎじゃなく言えるっていうところであとは歌詞の世界かな 僕ビレッジグリーンであったりサムシングエルスっていうジャズの名盤じゃないキンクスが作ってるサ,サムシングエルスっていうのがあるんですけどまあそっちあの60年代の中盤からサイケデリック行って前後ぐらいっていう感じのキンクス大好きですねもうパワーコードとかこの辺のももちろんですけど、うん、いやでも歌詞かなやっぱ「オータル・サンセット」含めうん歌詞かな <laughs> ねえ まあ、レイ・デイビス大好きですからこんな話はまた違う形でしていきましょう、ね、であとはこの旧期世代でこのジャニーズ系の雰囲気っていうのがちょっと僕実はあんまり分かんなくてどういうようなところが対象なのかなとジャニーズ系も広いじゃないですかだからどの辺のグループの何々とみたいなことがあったら面白いかななんて思いますねまあ僕は松浦彩ちゃんがあのコンサートをやっていた時期でちょっと あんまり控えていくのかななんていうタイミングで二宮とね嵐のね一緒に出た映画なんていうのはなんかあの時にああ二ノとアややは会うけどなんかジャニーズとかと一緒に出てほしくねえななんて思う不思議な感情ってやっぱあ,ありましたよね、まあ、そっちなのかなとかね「青の炎」という確か映画だったと思うんですけど、ね、そんなようなのクソをぞはします、ね、スキャンダルを出さない感じこれはいいですね うんこれはでもつんくさんの時代からそういう要素はあったんですけどさっきの,あの3つの「木で言ったら「5期以降っていうところはまさにこれにあたると思いますよ。で芸能人芸能人してないところで教育のやり方がまあともう今の子たちは余裕がないかもしれないもしかしたらそのちょっと言い過ぎかもしれないんだけど ダンスと歌がが上手いが当たり前なんですよそれこそ僕の動画でよく言ってるハロードリなんか見ていただけるとそのある断片っていうのは見れるかもしれないです。でそれがないんだとしても何かしら自分がキャラクターってとこで前出ししていかないと上に上がれないなっていう感じでめちゃくちゃ偏差値の基準が高くなっちゃってるなというふうに思います。まあそういうのは環境ですからこれはもう自分の力才能に変えて頑張ってほしいというふうに思っています。 モーム娘のアルバムを集めるいいですね今からすぐ始めるんであってもう少し余裕があったらジュースジュースの2枚しかないアルバムとかあとビヨーンズの1枚しかないアルバムなんていうのはおすすめでございます付け足しさせてすいませんでした引き続きよろしくお願いしますありがとうございましたじゃあ本日最後のコメント読みになります田中さんありがとうございます あ、どうもトラック野郎のギター奏の件ですね。何しろ、あれは45年くらい前の作品でして、私としても闇の中です。ギター演奏に関しては、和田志蔵さん以外、ブルースっぽいのは未分なのではなかろうか。えそれ以外ではあ、山本、これ山本苗さんっていうのかな、ごめんなさい、の、えっと、ソリッド・ムーブメントとか、田中正義の「サダージ・黒船は往年の名作です。ふんふんふん これすいません僕ね、さっき調べたのに読み方がわからないっていう,う往,年往年の私のポンコツ感でございます。えー、山本良二さんです。あ、京二さんです。ああ、ちくしょう失礼しました。山本京二さん。もう、バウアウのギタリストですね。超有名人なのに、この漢字が読めないという地獄でございました。反省し、改善するのを日々続けてまいります。よろしくお願いします。で、田中正義さん。これもね、検索して、はいえー、聞きました。 もうサダージはなんていうか「宮漏れ」みたいなね中森明菜さんの「宮漏れ」みたいな感じのイメージで、うん、なんか僕ちゃんとこれ聞いてなかったんですけどノスタルジックになるような心地いい時間を過ごさせていただいた感じでしたね。うん、田中さんは、ね、いろんな音楽の窓,窓口が広くて、まあ、この「トラック野郎の件」もそうですけど。 昔の映画のね曲なんていうのを僕もこのおかげで様々調べたりし直す形になりましたでた僕ね高倉健さん系の映画のサントラってあんまり深掘りしてなかったもんですからこの辺は面白いなと思います。で挙げていただいた、ね、山本恭二さん田中正義さんのも本当に深く掘ってなかったのがあったんでこのおかげで関連動画何曲か聞いたりできたので、えー、引き続き。 まあ皆さんでも共有できるような形の音楽の窓口を広げていくような感じはやっていきましょう。ありがとうございました。じゃあ今日の動画はこんな感じになります。最後にまあ僕の感想というかこんなことちゅうこんな形も動画でやっていきたいよというお話をして締めたいと思っております。えっ、ー、とタイトルというところ今日のこの動画もそうだと思うんですけどもそれと分かるようなこともやっているし多分僕のチャンネルを長く見ている方には 比較的わかりやすいことで概要欄の補足っていうのも皆さん見ていただいてるっていうような感じそれはあ受けておりますですけれども初めて見る方そして初めて見た方がどういうふうな印象を持つかというところここが僕の少し抜けてるところだったと思うのでそこに対しての対策というのは僕なりですけどやってみるんでちょっとここがまだ足りないよっていうところありましたらご指摘ください。 で引き続きなんですが音楽への探求というところはハロー鞘師梨央ちゃんの話というとこう僕プラス12ぐらいまでいってもいいと思ってるんですけどそこから必ずこう落とし込めるところというのを話題の中トピックの中に織り込んでいこうというようなあ旅はしても戻る位置が戻る家があるというんですかそのような感じでやっていきたいと思っております。まあ、比較的ハロプロプででああっったたりりアイドル歌手であったりうんというところが僕はベースにしたいところがあるんでそこになるのが たどり着く家だと思います。っては具合でしょうか。じゃあ、本日も長丁場にね、今日これ、今夜このまま見てくれてる方は、本当に長丁場お付き合いありがとうございました。で、いごもくにおチャンネルは、音楽の話とアイドルの話、まあ、特に僕はハロプロの話というところ、何度もすいません。えっと、そこに落とし込むようなことはやっていきたいと思っていますので、お付き合い、チャンネル登録をしながらいただけたら最高でございます。ね、近日中にまたお会いできたら最高ですね。うん、そんな感じだ、今日は。<laughs> じゃあまた、えー、お会いしてい、えー、っていろんなコミュニケーション取っていきましょう。またね。お疲れでした。